ジンピントチャンネル始まりました。ケントで す。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、浮気したことがある人この指どうこれ普通に聞けばよくないですかこの指どうこれ止まらん止まらんし、一人二人でやることじゃないか。大人数でやるやつ久々にやったわ差しでやるやつじゃないちょっと止まってみて一旦。どう止まるんだっけ。こうだよ、ね、ああやっぱ浮気したことある。してないしてないしたことない。やられた。うわずるい。それやっぱ浮気したことない。ない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 いや、ぶっちゃけどうなの。え、マジでないっす。でゼロゼロ。もう言い切れる。もう神に誓う。でもそもそもさ、浮気ってこう どっからどこまでが浮気。 FTM 界隈であるのはさ、いや女性社会で生きてきたから、うん、女友達多いよねっていうのがあって、親友が女友達だったりするじゃん、うん、ちょっと独特じゃんそれって、うんうん、それで結構今の彼女から女友達多いから嫌だとか、親友が女友達ってどうなのみたいな話をよく聞くんだけど、どう思う？相手が嫌だと思ったらもう浮気なんじゃないですか。そのさ、かけがえのない親友がたまたま女性で、でもすごい嫌だ、縁切ってとか言われてどうするの？まあ縁は切れないな。縁は切れないよね。縁は切れない、まあ、僕は彼女ができたら自分の友達を絶対紹介するタイプなんです。ああ、それいいらしいよ、共有するって。じゃないと不安だと思うし、うん、むしろお互い知ってほしいし仲良くなってほしいから、だからその浮気じゃないっていう証拠にもなるっていうか、うん、そこで連絡取れるようにしとけば。ああ確かに確かに確かに。信頼も生まれるし。確かに。紹介した時にさ、ギクシャクしちゃうこととかない？ナイス。あ、ほんと。最初から結構バチバチ系のさ。いや、それはもう、その時点でもうダメだよね。僕もね、ほとんど浮気したくない。1回だけあるんだけど。ほとんどって言いましたもんね。うん、1回だけあるよ。動画でも何回も言ってるけど、19歳の時に初めて浮気して、浮気っていうかもう本気だったからね。うーん、そっちが好きだったんだけど別れられず、こう3年ぐらいズルズルやっちゃって、やっちゃってっていうかね、ズルズル付き合っちゃって、どのタイミングで別れていいかも分からずで、浮気相手の方にも彼氏がいたの。あら、ダブル浮気だ。浮気しようっていうか、こう口説いてたっていうか、口説いていく中で結構いい感じになったんだけど、僕当時女性だから向こうも戸惑ってたんだと思う。ちょっとなんかイチャイチャする雰囲気になるんだけど、これは果たして浮気なのかみたいな。同じ人で3回ぐらいバレちゃった。その時に引っ叩かれたんだけど、すごい苦しそうで、閉じつけてた彼女がね、あ、こんなに人傷つけてしまうんだと思って、もう二度とやっちゃいけないと思って、そこから浮気してない。絶対ダメね。それはダメだと思う。なんかあの、浮気してる方は傷つけるってあんまり考えてなかったりするけど、本当に浮気された方ってすごい傷つく。いや、僕めっちゃ浮気されますもん。そうね、うん、そうね、うん、そうね、うん、そうね、そうね。話聞く限りそう。だから絶対しないね。僕も浮気されたことある。人のこと信用できなくなっちゃうじゃん、うん、疑ってかかる自分も嫌いになっちゃう。そう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 。浮気されたのは何？まあ、遠距離で付き合ってて、彼女の誕生日と記念日で会いに行ったんですよ、うん、したら家にいなくて、うん、2日後帰ってきたんです家に、うん、帰ってきて「おかわり」って「なんでいるの？」って言われて、記念日だし誕生日じゃんって言ったら「え、私たちもう別れたよね」って言われて、ってなって、うん、別れたみたいななって、話すことないからって言われて、ちょっと待って、話すことしかないですって、うん、その彼女がまあお風呂入ったんですよ、うん、お風呂入ってる時ずっと携帯ブー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 なってて、ちらっと画面見て男の名前でもう出たんですよ僕、出て、うん、お前誰だよっつったら、もう浮気相手で、で彼女出てきて、何してんのってなって、お前浮気してんじゃんってなって、浮気なんてしてないしってやって、そこに置いてあって電気蹴ってるバーン投げられて、もう彼女としては別れ話したと言い張ると、うん、でもしてないんでしょ。してない。だからどっちが浮気だったかって話だよね。だって遠距離なわけでしょ。遠距離だから、どっちっていうか同時進行だったんだろうね。こっちにも付き合おうって言って、こっちにも付き合おうって言ってて、いやでも付き合ってなかったのかな、あもしかしたら。で、まあ誕生日とか過ごしてるわけでしょ。移行期間だったのかもしれないですね。いやー、なんかなー、それって何年付き合ったんだっけってことある？1年。でもさ、浮気する人ってやっぱすると思わない？あんまり悪いと思ってない気がするよね。まあ、可愛かったんですよ。あー、もう可愛いと思ってちゃうもん。可愛いって今も思っちゃう。浮気は1回だけされたの？1、2、3、
多いね。多いですね。多いね。大抵浮気で振られて別れます。多いね。最終的にもうバイバイみたいな。マジか。例えばされてるの分かった時に自分もしてやろうと思わなかった。ああ、それは絶対ないです。もう好きだから、うん、どうしたら振り向いてもらえるだろうになりますもん。いやでも一回そのやっちゃうと修復ってなかなか難しい、うん、もう諦めるしかないんだと思う。こういう人なんだとか、ダメだよ、浮気はダメだよ。誰が言ってるんですか、浮気したことある人が。一回だけね。もう傷つけるのはいけないと思う、うん、こう悲しくて涙が出ちゃうみたいな状況にするのは良くないと思うから、どこからが浮気っていうのはもう付き合う相手によって変わるってことだよね。相手に合わせるっていう気がしていきたいですね。はい、ということで GPT チャンネルでは元女子の日常と恋愛情報と治療情報配信してます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あーなんかほんとカツラみたいで嫌なんだけどな。坊主坊主。いやもうほんと切りたかったんだけど、つなぎ目がさ、うん、ダメですって言われて、ちょっと切るよ。